こんにちは、リラクの島村です。今回は法人契約で物件を賃貸することは可能ですかというご質問にお答えします。日本でも社宅という言葉があるように、住宅の賃貸契約の際にですね、法人が契約するという選択肢があるかと思います。アメリカではですね、ちょっと事情が異なりまして、法人での契約はデメリットやリスクが高くなる傾向にあります。まず一つ目に、物件の選択肢が極端に少なくなることです。背景として、アメリカでは法人設立が非常に容易で、倒産しても法人に対する責任追及に限界があることが挙げられます。そのため、アメリカではソーシャルセキュリティ番号で追跡できる個人の信用に対する比重が重くなる傾向にあります。こうしたことから、いかに有名企業だとしても法人での契約のハードルが下がるとは言えません。例えばこれは実際にあったケースなんですけれども、契約書に署名する企業責任者の信用調査を要求され、年収が家賃の100倍であることを示す雇用証明書の提出を求められました。また企業が入居者の行為に関する全ての責任を負うということを要求されるなど、リスクの高い条件が多かっただけでなく、手続き面でも財務諸表や税務申告書を提出するなど煩雑で時間がかかったと、そういったことで最終的には法人契約を断念したケースもございました。特に法人契約である必要がなければ、手間やリスクを避ける意味合いからも、アメリカでは個人契約とされることをお勧めいたします。日本とは異なるアメリカの商習慣、賃貸借契約には様々なリスクが潜んでいます。リスク予防には専門家であるリダックをご活用いただき、不安のないアメリカ生活をお過ごしください。アメリカのお部屋探しはリダックで。アメリカ赴任前ウェブオリエンテーション好評開催中。リログループ。